はい、というわけでどうも、マルトラです。皆様、お久しぶりです。というわけでね。私、マルトラ、9日ぶりです。ありがたき幸せというわけでね。はい、9日ですか。9日も休んでたで。こんなにも長い間休んでたんはちょっと初めてなんですけども、まあ、ツイッター等々では言ってたんですけども、まあ、例のね、クソウイルスにかかってまして、がっつり、休みもらってました。はい。まあ、過去にもね、なんか熱出ても動画出してた時期とかはあったんですよね、黙って。ただ今回はね、まあ、世間を賑わしている例のやつなんで、さすがに、黙ってやるわけにはいかんなっていう、ことやったんで、まあ、がっつり、真剣な休み、いただきました。はい。まあ、なんていうのかな。今すんごいな、どういう表情をして喋ったらいいかちょっとよくわからないですわ。はい、こんな感じで、そういや、そうか、家でさ、こんな感じで一人でブワー喋んのも9日ぶりなんで、なんやろ、僕ってどんな喋り方してた？なんかそれ忘れることあるくない？高校の時とかさ、インフルエンザなって一週間ぶりぐらいに学校行って、みんなとどういう顔をして喋ればええのっていうのを、ドア開ける、教室のドア開けるその1秒間ぐらいで考えるくない？あれ、僕ってどういうキャラの人間やったっけっていう。第一声、おい、久しぶりとか言って、なんかキャラと違うこと言うってのは皆さんに惹かれるっていうのはあるんですけども。だからね、なんつうのかな、この9日間、マルトラという人間を捨てて生きてたんで、僕の、本名の、はい、デルマパンゲ3世として生きてきたんで、だからね、マルトラという人間がどういう人間かっていうのをちょっとね、忘れてしまってるんですよね。うん。だから、一番心配すること、今日から YouTube 再開するにあたって、金なんですよね。はい。今週じゃなくて今月の収益、YouTube の収益、9日間も、休んだら、がっつり落ちるんですよね。これちょっと心配なんで、近日生配信するんで、スパチャくれ。